サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、ウェブトゥーの編集をしている林と、デザイナーの戸田と、元師匠の美咲と、夏目房之助でお送りします。はい、ということで、今回も夏目房之助さんをゲストにお迎えして、5人でやっていきたいと思います。はい、今回は夏目先生をゲストに迎えする最終回ですね。夏目先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、昨年ですね、夏目先生をゲストに迎え、した、時にですね、エピソード112ということで、吉本浩二さんのルーザーズ、日本初の週刊青年漫画誌の誕生を取り上げました。漫画の歴史の一局面を描いた漫画なわけですけれども、今回もそんな漫画を、取り上げたいなと思います。今回取り上げるのは辰巳義弘さんの劇画漂流という作品ですね。よい、はい、作者について先に簡単に触れておくと、辰巳義弘さん1935年大阪生まれということで、2015年に亡くなっておられますね。1954年に子供島という作品でデビューして、その後、歌詞本漫画の一時代を築いた重要な短編誌で、まあ、短編の雑誌の体の歌詞本ですけど、影、とか街っていうのがあるんですけれども、はい、そこで活躍されましたね。で、劇画という言葉の生みの親としても知られていますね。で、歌詞本ブーム終了後は青年誌で様々な作品を発表して、いき、今回取り上げる劇画漂流で手塚治虫文化賞を受賞されました。で、外国語版もありまして、アメリカではアイズナー賞を取ってたりとか、それからフランスではアングレム国際漫画祭の世界の視点賞を、受賞したりと、海外での評価も高い作家さんですね。はい、で、この劇画漂流の概要なんですけれども、これはですね、なんと、まんだらけ漫画目録にまず、掲載されました。1995年の3月から1998年の9月まで。で、それから、これ、その雑誌の名前が変わったってことなのかな、ちょっと詳しく僕わかんないですけど、まんだらけ全部。はい、そこに1998年12月から2006年12月まで、掲載されたと。連載がそこでなされたんですね。で、単行本が全2巻で、青林工芸社からまず2008年に刊行されました。で、その後文庫版が講談社文庫から、やはり全2巻で、で、こちら2013年に刊行されております。で、この作品は完結してるんですけれども、それとは別にですね、漫画ではなくて文章で、同じようなことを書いたものに劇画暮らしっていう、作品がありまして、これは本の雑誌社から2010年に、まず出て、その後角川文庫で2014年に刊行されてますね。で、劇画漂流って、まあ、あるところで終わるんですけれども、その以降、それ以降、晩年に至るまでも書かれていて、めっちゃ興味深かったです。僕、今回初めて読んだんですけど。で、同じ時期を扱った漫画に松本正彦さんの劇画バカたちっていう作品がありまして、これはビッグコミック増刊と別冊ビッグコミックゴルゴ13シリーズに1979年から84年にかけて不定期掲載だったようですね。で、その後、青林工芸社から単行本として2009年にまとめられていると。で、さらにですね、今回の劇画漂流のある意味元ネタにもなっているものとして、その作中にも登場する、まあ、辰巳義弘さんのお兄さんですよね、はいはいはい、桜井翔一さんという方がいらっしゃるんですけど、その方の僕は劇画の仕掛け人だったっていう、これも漫画ではなくて活字の本ですけどね、これも存在してます。僕は読んでないですけど、エイプリル出版から1978年に刊行されました。で、この桜井翔一さんがね、投稿者っていう出版社やられたり、それからあと有名な話ですけど、水木しげる作品に登場するサラリーマン山田のモデルだという、ね、そうなんだ、言われていますね。はい、で、あらすじ先に簡単に言っておきますと、ここでは、まあ、辰巳義弘さんの自伝ですけれども、克実博士という名前になっております。主人公の克実博士は1935年大阪生まれ、1945年10歳で第二次世界大戦の終戦を迎えますね。それから3年が経ち、少しずつ復興の足音が高く、なっていくさなか、中学1年の彼は病気がちの兄の沖正
っていう名前になってるんですけど、うん、沖政と一緒に貸本漫画に夢中になっているわけですね、うん、特にお気に入りの作家は当時、登場して間もなかった手塚治虫で、うん、2人は手塚の貸本漫画をほとんど全て読破していたと、うん、こんな感じです。でやがて2人は自分でも漫画を描くようになり、当時人気の、雑誌漫画少年などに投稿を始める、うん、わけですね。さまざまな雑誌や新聞で入賞を果たすようになった1950年、広志、主人公の広志は毎日中学生新聞の企画で当時まだ大学生だった手塚治虫と面会を果たすと、うん、で1954年に鶴書房から、出版された子供島、まさっきも言いましたけど、それでデビューを果たした広志は高校を卒業すると、兄沖政のアドバイスで地元大阪の出版社に持ち込みを始め、作り手として貸本漫画の世界に潜り込むことになると、こういう話ですね。で、上巻が広志の中学時代の1940年代末から影っていうね、さっき言った貸本の短編誌が出版された1956年まで、で下巻が影出版後から広志が東京に出てきて様々な活動をする一方、貸本漫画が下火になっていく1960年までを描くと、こういう感じになっております、うん、はい。まずは夏目先生から簡単にお話を伺いましょうか。辰巳義博さんという人は、はい、僕は貸本にデビューしたというか、読み始めたのが貸本屋に通い始めたのが結構遅くて、はい、小学校の高学年だったんですけど、そうすると何年ぐらいなんですかね。60年代に入っ、下手すと60年61年以降ですね、はい、あ、なるほど、1960年、はい、そこからだから高校ぐらいまでは貸本屋に通って、はい、読んでるわけですけど、はい、だからかなり後なんですよね、うん、でまあだから斎藤隆夫とか、うん、でちょっと過去の作品だけど、白洲三平の忍者武芸帳とか、はい、そういったものを読んでいて、辰巳義博をね、その貸本で読んだかどうかは記憶がないです。あ、そうなんですね。でむしろそのコムで、うん、こう辰巳さんが書き始めるとかっていう方が記憶に残って言っています。コムっていうのが1967年創刊ですね、ガロに載ってたかな。でも関係はありそうな感じはあ、まあ、関係はあるでしょうね、でだからそのこう彼が劇画をという名前を作り、劇画工房を作り、それが挫折して、うんうんうん、60年代に入っていって、でだいぶ経ってからの話なんですね、それは。だから彼の中でこう割と渋い劇画みたいなものを描いてた時期に出会っています、うんうんうん、作家性がやっぱり割と強く出ている、うん、人ですね。で、なんだろうな、例えば白洲さんみたいにその左翼イデオロギーが前面に出てるようなものではないし、かといってその手塚系の都市中産階級丸出しな作風でもない、ちょっとこう屈折のある、はいはいはい、作風で面白いなとは思いました、うん、でただこの人はその結構不沈があるんだよね、うん、で一時期そのもう漫画を描かなくなって神保町で古本屋やってたことがある。そうなんですよね。そうなんですね。だからコミックドンとかなんていう名前もね。そう、それで万引きばっかされたと悲しい。しかも高額商品をやられた。それ僕その古本屋にも何度か行きました。あ、そうですか。で辰巳さんが奥の本当に古本屋の親父で立ってて、それは辰巳先生って分かってて。分かりますよ。見た目がそう。うん、背高くてね。それで高いんですよ。高いんですよ。それで俺が古本屋に行った時には。なんかこう若者がね、うん、
手塚治虫の色紙を持ってって、うん、これ本物でしょうかって聞いてる。あ、鑑定士それさ見たいじゃん。そうですね、だからこうそーっと言って見て、あ、これ絶対偽物だわ。脇の人も気づいてた。で辰巳さんがこれは違うなとか言ってる場面をすごい記憶いい場面です。いい場面だな。で多分次にお会いしたの何、あれはね、賞を受けられた時のパーティーで、うん、だったと思います。それこそ手塚文化賞かな。そう、うん、でその時にお話をしたかどうかもね、はっきりしてないんですよ。だけどすごい良かったなと思って、うん、この「劇画漂流」という2冊本を出されたっていうことが、辰巳さんのある意味で、うん、何だろう、こう最後は成功されてよかったなっていう、感じの作品ですよね。でしかもすごくよくできてて、文章の先ほど紹介があったように「劇画暮らし」っていう文章本もあって、うん、で ほとんど重複してたりなんかもするんですけれども、ね、実は、はい、だけど時代背景がこうだったとかっていうね、描写が結構あるんですよ。しっかりこう、うん、歴史をちゃんと調べられて、うん、付き合わせて、うん、で書かれてて、でお兄さんも似たようなものを書いていて、うん、かなりそれも参考にしてるはず、うん、でさらに言えば同じようなことを水木しげるもかつてやってるわけですね。で戦後史みたいなの書いてたから、あ、昭和史みたいな、ね、そう、それの資料集めをしたのがゴチエなんだけど、あ、そうなんだ。そう、で、ちょっとそういう流れもあって、多分辰巳さんもそういう流れで、きちんとしたものを書こうと、うん、歴史としてちゃんとしたものを書こうっていう意識がすごく強くて、だからこう研究者が読んでも、なんて言うんだろうな、割と読み応えがあるんですよね。でしかもね、やっぱうまいんだよね、読んじゃうよ、これは。そうですね、読ませますよ、うん、そう。それでなんて言ったらいいんだろう、辰巳さん自身の顔がね、はい、多分ね、若い頃もっといい男なんだよ写真見ると結構違いますよね。うん、だから中に女にモテる話出てくる、出てますね結構ね、女子高生とかにモテちゃうね。そう、本当かよっていうぐらいにモテるんだけど、モテたかもしれないなっていうね。あと佐藤正明っていうね、劇画家ね、あれもね結構いい男だった、ね、あ、なんかかっこよく書いてありましたよね。実際かっこいいですからね。それでむっちゃくちゃ女性と付き合ってるんですよ。へえ、あんなうぶな感じで書いてるのに佐藤正明は自伝がむちゃくちゃ面白いよ。何でしたっけ、ダビデの、うん、なんちゃらとかってやつですね。なんだっけ、劇画の星を、なんとか出てます。自伝2冊ぐらい出てるんだけど、2冊目がほとんど女の話。そうなんだ。しかも、いいのこれっていう。実名っぽく出てる。やばいやばい。で、佐藤正明っていう人はそういう、なんかこう、割とありのまんまに書いちゃう人で超面白いんだけど、読んでみた、うん、この辺の人のね自伝って本当に面白いんだよ立体的に、うん、その中では辰巳さんは非常に客観的に、うん、検証可能な形で書いていて、うん、ありがたい、うんうん、ですね、本当ですね、はい、なんか続きも漫画にしてほしかったなとかって思う。そうなんですよ、そうっすね、ここで終わるのって思いました、ね、そうなの。でまだまだネタあるみたいなこと言って、ね、いたので、もっと書いてほしかった、ね、確かにそれはもうな、まあ、ただ劇画がその貸本漫画みたいなのがねちょっと下火になる頃っていうのは切りはいいのかもしれないですね、うんうん、はい、ありがとうございます。また後でもいろいろ聞きたいですが、ちょっと、じゃあ多田さんにまず聞こうかな。あ、はい、劇画漂流僕ちょっとしばらく前に読んで、はい、面白かったんですけど、うん、辰巳義弘さんについては別にそんな詳しくなかったんですよね、うん、元々のイメージはなんかガロ系の漫画に書いてらっしゃる暗い漫画みたいなそういうイメージそれぐらいのイメージだったんですよ、うん、なんですけど結構海外のその
何ですかコミックその流通とかの何ですかあのカタログとかに、はい、そのドローン&クォータリーかファンタグラフィックスか向こうのそのオルタナティブなコミックを出版してるところで劇画漂流を結構プッシュしてて、その毎回毎回結構大きく扱われてたりしてたんですね。で辰巳義弘ってこんな評価高いんだなと 逆輸入的に思って、で知り合いのそのアメリカの漫画が好きなやつがいや辰巳はすごいんだみたいなことをああそうなんですかつってよく俺知らないんですけどと思ってじゃあ読んでみっかなと思って読んで面白かったなっていう感じで、だからあの流れとしてねそんなにずっと追ってた作家じゃないですけど、やっぱり劇画漂流とかでなんかなんですか逆に遡って他の作品もじゃあちょっとちゃんと読んでみるかなみたいな感じで読んだっていう感じの人だったんですよね、辰巳さん。で実際その戦後、まあ、あの終戦直前からなんですけど実際のところは生まれたのはね、まあ、戦後の話からこうどんどん話が始まって、うん、若者がねそれこそ何ですか貧しいながらに兄弟で漫画描いて、まあ、お兄さんとのね確執とかも結構ハードなものがあるわけですけど、うん、その中で漫画天才漫画少年ですよね、あれ ね、うん、で憧れの手塚さんにも会って、でそれからその貸本の世界に入ってっていう、で東京に行ってっていう個人的なね話もいろいろあるな上に、何ですかねやっぱりその漫画全体の流れみたいなのもすごい入ってくるじゃないですか、うん、その自分ご自身はやっぱりその劇画というジャンルをねその仲間たちと一ジャンルを作り上げるわけですけど、その前のそのなんてコマ漫画っていうかがこう衰退していくっていうか、ある意味それで自分がねその貸本出してた日の丸出版っていうのは大変なことになるわけですけど、めちゃめちゃすりまくって、で手塚さんのおっしゃってたその長編漫画の流れとか、うんうん、その前のね大城昇るみたいな、そうなんですね、大城さんが結構熱く書かれてて、熱く書かれてそう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 、そう大城昇るは重要なんですよ、そうなんです、ね、だけど今ほとんど作品が読めない、うん、ああそうか、ね、ましてや戦後彼がかあの書いてたもんなんかほとんど読めないので、うん、ですよね、あのそうかそうか今の読者にとっては、うんほとんどわからないんですよ、うん、まあ、それこそ2000年代後半あたりでしたっけ、前半あたりでしたっけ、小学館クリエイターがね、うん、はい、愉快な鉄工所とか、はい、あと飛車旅行とか出してとか、うん、それぐらいでしか知らないですよね、そうなんです、うんうん、だけど、うん、実はあの大城さんってすごいこう教育熱心で、うん、そうなんですよね、こんななんかよくわからない学生に対してすごい文通したりとか、巻き込みみたいな手紙、そう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 漫画にしてくれるのええー、みたいな、あそうそうそう、結構夢物語みたいな ね話があったりとか、で一方で手塚さんとか行ったらそのなんその中村漫画とポーってこう揃ってたりとか、うん、こうつなすごいこう漫画全体の流れが多重構造みたいな、うんね、その手塚さんに長編を書きなさいって言われてたりとか、うん、結果的にその何ですか、アクション扱いされた歌手漫画の流星からその何ですか漫画雑誌の、うん、が立ち上がっていく話とか、その漫画誌のすごいなんかドラマチックな流れみたいなのが、うん、入っていて、やっぱこうグイグイ読まされちゃいますよね、うんうん、でやっぱ後半のなんつうのあの梁山泊的にグワーって仲間たちが集まってきて、うんうんうん、怪しい連中も含めつつもう若さスパークしまくりみたいな、うん、ちょっと時はそうとかね、そういう別の流れの人たちもちゃんと扱ってるし、うん、でこうすごいフェアな感じの扱いがされてて、やっぱりこのなんと勢いのある感じが楽しい、青春漫画としてもすごい、うん、青春漫画として最高だな、うんうん、でその中でも特に異彩を放つ斉藤隆夫の斉藤隆夫ねもうキャラが強い強いいいエピソードがいろいろね山盛り
グイグイ持ってくんですよ、うん、こいつが、うん、そもそもデビューしたあたりからさ、なんかこう、お姉ちゃんと一緒に床屋やっててね、うん、そうそうそう、そこから漫画家へみたいな新聞記事になってるとか、うん、そうそうそう、あ、仲間たち、熱い若者がいるんですけど、明らかに異質なやつが一人いるんですよ、こいつが。見てるところはすでに違うみたいな、うん、なんかちょっと面白かったのが、初登場近いところだと思うんですけど、あいつは自慢ばっかりして嫌なやつだって言われてたりとか、ね、そうなんだちょっと距離置こうかなと思ったら、あんたがみたいな、バーンって言われて、スケールのデカさの違いを感じさせるらしいんですよね。よろしく頼みますみたいな。後年のあのなんかもう、ゴルゴ13の出てきそうな、あの佇まいがすごくもう印象に残ってるので、そうそう。これっていうのがちょっと個人的には面白かったですね。当時から結構注目の作家だったんですよね。もちろん。あの、ファッションの中ではダントツに売れてる人でした。あ、そうなんだ。だから全然あの原稿量も違うし、ああそうだ、だから斎藤さん自身は、うん、あの歌唱がもっと続くはずだったって思ってたんですよ、うん、なぜかね、うん、だから自分が売れてるから、うん、そうですね、限りなんか感じないぐらいにそれはお前が抜群にうまかったからっていうね。そうで、あのただ辰巳さんの提唱した劇画とは全然内容的にも違ってたので、うんうん、あの考えてることがまるで違ってたんで、うん、それがすぐに露呈して分裂しちゃう、うん、わけですよ。で、あの斎藤さんは斎藤さんでその主張をしていって、うん、でやがてあの青年雑誌の元を作っていくんですよ、うん、小学館 の、うん、あの編集者が全然相手にしてくれないのに、うん、あのもっと年上の向けの雑誌を出すべきだって主張してて、うん、全然受け入れられず、うん、ある時コロッと態度を変えてビッグコミックを出すとかね、うん、いうあの流れがあって、うん、彼は彼でメディアを作っていくんですよ、うん、で一方で辰巳さんは辰巳さんでオルタナティブな流れをこう作りつつあったので、うん、これね完全に対立するんですよね、うん、それも書いてあるので、図解、ね、うん、がめちゃくちゃ分かりやすい。そうなんです、そう、ね、辰巳さんと、ね、この斎藤さんがどう劇画を捉えて、そうそう、違っていくかっていうのがね、そう分かりやすい。斎藤さんはもう漫画と違って別に劇画っていうのが確実存在してる、うん、だけど辰巳さんは漫画の中に劇画があるっていう構図なんですけど、うん、私は講義にも使いましたネタになる、ね、なるほどな、まあ、歴史的にはでも劇画ってことはちょっと後退したわけでね、その後ね、そうですね、やっぱ漫画の中の劇画っていうことにはなってる感じがしますけどね、うん、だから一瞬そのスパークしたがゆえにその分裂していく、一瞬の流星を極めて劇画の仲間たちが分裂していくところもやっぱり青春ものとしてすごく読ませる構造になってて、まあ、最高に好きなのがあのさっきお話が出てきた佐藤正明先生のところのあの原稿を取りに行ったあの斉藤隆夫先生があのミイラ取りがミイラになって一緒に拳銃ごっこして遊んでた、最高だ、最高、めちゃくちゃいいシーンですよね、声出して笑いましたもん、そのシーン、うわーっつ、俺が代表して漫画って、ね、上がってない原稿取りに行く、頼んだぞ、よろしく、おかきゅうでキューンって一緒に遊んで河原でガキか、辰巳さん目線だと本当殺してやろうかと思うけど、まあいい、一緒に遊んだね、そう、斉藤さんはすごい恨まれるわけよ、そりゃそうだよね、そうだよ、みんなのお金もだよ、振り回されまくりはみんなから集めて次の将来のために貯めてた金を託されて、それ使っちゃうわけだからさそうやってきたな、ダメでしょ、それぐらで、まあそういう意味じゃ結構そういうのが黒田正美とかでたくさん出てくるとこがいいんだよね、そうでしょうね、もうどうしようもない、黒田正美も最低だよエピソードにはことかからないっていう、黒田さんって僕全然知らなかったですけど、うん、でも小学館クリエイティブからこの影と街の復刻版って出てきて、ね、うん、はい、ね、で今回読んで初めて漫画読みましたけど、だからそういう意味ではやっぱりあとなんと映画、いかにその映画から影響を受けたかっていうのもその歴史の話と一緒に時代時代の話といっぱい書いてて、やっぱ当時のそのなんとノワールっていうかなんかクライムコミックみたいなの書いてたりするんですけど、すごいネタやっぱ撮ってるんですね、めちゃめちゃまんま使ってたりとか、めちゃめちゃ映画とか一生懸命見てたんだろうなと。あと斉藤隆夫さんなんか途中で
あのスピレーンの小説で、うん、そうですね、影響受けてハマってその場でガーッ、うん、なるほどみたいな、マイクハマーかみたいな、そうですまさにこの時歴史が動いたっていう感じのがやっぱりだ当事者によって語られる面白いエピソードがぎっしりなんで、うん、やっぱりぐいぐい引き込まれる面白さがあるなと思いました、うんうん、はい、まあ、そういう感じですか、ね、ありがとうございます、はい、林さんどうですか。私は本当に勉強不足でして、はい、その劇画っていうジャンル自体も、うん、そもそももうなんか一つのジャンルなのかなぐらいに思ってて、うん、劇画、うん、北斗の拳みたいなことですかみたいなぐらいの、ね、黒いやつみたいな、濃いやつですかみたいなレベルだったんですけど、いわゆるその劇画っていうのはそのある種のそのクリエイター、若いクリエイターのムーブメントとして生まれて、いわゆる行動リアクションしていくものとして生まれたっていうのを知れただけで、うん、もうそうだったんだすいません、一ジャンルのなんかぐらいにしか思ってませんでしたっていう。バンドでしね、でもよく置くんだよね、バンドでしてもジャンルと思われて、ああそうそうそう、映画のだからなんかすごい勉強になりました。あし、まあ、そこはそう、まず劇画という概念がすごく立体的にな、私の中になった一冊だったっていうのと、うん、あとその大阪にこういう文化圏があるんだなっていうのを、うん、ね、びっくりしました。出版社あんだけいっぱいあってね、うん、そうそう、しかも手塚先生は何だったらここデビューだろうみたいな、いやいやいやね、びっくりですね、うん、もうでもまあやっぱりここに出てくる大阪の出版社、うん、あの神戸じゃない、あの名古屋の出版社、うん、みんなやっぱ東京を目指すから、そうね、でやっぱなくなっちゃうんかなっていうのはありました、うん、でもみんなね、うさんくさくていいんですよね、その日の丸文庫最高だよね名古屋の人もすっごいうさんくさいですもんねちょっと旗あげてやるみたいな、そうそう、でなんかこんなに今すごいしゃぶしゃぶ食べさせてもらったけど、なんか実態は火の車であったみたいなおいみたいなねとか、なんかその黒田先生酒飲んで飲んじゃうしさみたいな、ちょっと自分に引き寄せて話すんですけど、うん、なんか儲かるらしいぞみたいな一丁ダメすっかみたいな、山っ気のある感じ、そうで本当取り次ぎの会社だけど辞めて、あの、うん、あの版元なるわみたいなとかって、うん、ちょっと今のウェブトゥンペレって思いました、確かにね、料理やってほしいじゃん、なんか儲かるらしいぞみたいなふわっとした感じで、そうふわっとしてなんか見て漫画なんかできそうみたいな、で俺でもなんかウェブトゥンのヘンプロ作ったわみたいな、人書く人呼んでみたいな、そうそうそう、なんかっていうのはなんかすごく今のウェブトゥーンペーって思う。ここ3年ぐらいのウェブトゥーンって感じだよね、まさに。そうなんです。でもね、やっぱり、なかなかなので、うん、やっぱね、みんな日の丸出版みたいなね、未来がね、待ってるんじゃないって私は思うんですけど。これ完全に当時のチンピラスタイルだもんね、これね。腹巻きにこの格好でね。この人出てきた、とりあえず帰らせませんでしたってまた。え、なんだっけ、これで儲かりおまみたいな。そうそうそう。なんかいけませんいけますバンバン売れませんみたいな。いや、喋り方も面白いね。いや、でもね、なんか。まさみの喋り方、あれはそうそう。あ、でもね、なんか、ネイティブ大阪味は感じましたね。あ、そうなんだ。古い方の大阪味は。今、この大阪弁ないです。あ、なるほど、そうそう。この大阪弁はね、今、何は金曜堂にしかないんですよ。あ、そうなんだ。伝統芸。何は金曜堂の大阪弁は大阪人喋らない大阪弁なんですよ。まあ、まあ、そうですね。そうだよね。この当時の抹茶町ってね。抹茶町ね。そう。貸本がこう花咲いて、で、結構、あの、まだ、あの、東西文化で、うん、東と西で両方があってっていう時代だった、うんうん、なんて言うんだろうな、こうあの中心が2つある楕円みたいな文化で、両方の力学でこう働いて、うん、手塚さんもそこから出てくるし、うん、劇画もそこから出てくるしっていう力学が働いてた時期で、それはでも60年代に終わる、うん、なるほど、うん、手塚先生が東京に取られてしまうっていう感覚はね、うん、ちょっと今では考えられない感じですよね、うんうん、あ、そうだったんだろうな、うん、そう、だからその、辰巳さんの世代はそうなのかな、うん、あの手塚といえば、うん、あの単行本の手塚であって、うん、あの一遍にあの何百ページの長編で初めて書ける人なんだっていう認識があって、うん、それが月刊誌で、うん、細切れになるので、うん、あのそれでがっかりしていった読者が、あ、手塚ファンの読者すごくたくさんいたんです。で、手塚は堕落したって話へすごい早い段階で堕落がでもその単行本の大阪で出てた単行本って東京の人も結構読んでたんですかね、貸本屋を通じて。なるほど、うん、そういうことか、うん、で
僕はさすがにその時代は知らないんですけれども、むしろその堕落した月刊誌時代からしか知らない。だって俺鉄腕アトムと同い年なんですか本はね、うん、だからそっから読んで素晴らしいって思っちゃったわけだから、いやそんなこと言われてもなっていう感じなんですけどね。でもそういう世代はもう堕落したって言ってたんですけど、旧世代の長編読んでた人たちはね、そういう人だったらしいですよ。なるほど、美咲さんどうですか。いやまさにその貸本と雑誌の関係っていうのをすごく面白く読みました、ちょっと貸本のシステム自体がよく飲み込めない部分が今からあると、完全に貸本っていう文化が私はもう断絶されて、相当後になって貸本ってなんかあったんだぽやーっていうとこから遡っていったので、貸本っていう流通の仕方もあのなんとなく雰囲気って分かってるくらいだと思いますし、特にあの資料として貸本とかを扱ってる時にかなり後年になると発行が定期的になってるものも多いんですよ、けど雑誌とは違うっていうのが、より今回の作品の中で、いや貸本じゃなくて雑誌風情にはそんなことできない俺らみたいなそういう意識の持ち方があって、その辺の貸本と雑誌の関係をはっきり作り手の人たちが雑誌にはならないみたいなこう雰囲気が出てるのが面白かったです。まあでもなんかこう日の丸文庫とかもね、雑誌にしようかと思ってみたいな話も出たりとかしますから、明確になんか定期的に出ている貸本と雑誌で、なんか雰囲気的に流通の問題だけじゃなくて、作風とかさっきおっしゃった雑誌に書いたら堕落するみたいなそれはどういうことなんだろうっていうのが面白いです。いやそれはだからその読者、その手塚治虫が出てきた時にそこに惚れ込んだ読者が、あの失望するっていうことなので、実は歌詞を書いてる本人はさ、あの大阪にいるやつはみんな東京で出たいわけですよ、つまりそれは中央で勝負したいっていうことですよ。でも実際は貸本の漫画原稿料って、あの水木さん曰くあの月刊誌の10分の1、そんなだったんだ。へで実際そうみたいです。だからそれ作家によって違うんですけど、あのだから斎藤隆夫はあの結構原稿料は高かったので、なるほど、あんまり彼はそんなに感じてなかった。あれ別格なんですよあの人。であとね、長嶋慎二ね、長嶋慎二もそうですか、売れたんですよ、なるほど、最後の方でちょっとだけ出てくるけどね、斎藤隆夫が紹介するから、そうですで、ちなみに斎藤隆夫さんってのは本当にああいう人らしい。俺たちの考える斎藤隆夫がそのまま出てくる感じでこれこれみたいな。あの難波賢治っていう漫画、劇画家ですけども、あのそれこそSNS で、あの難波賢治が定期的にね4コマ漫画とその頃のことを文字で書いてくれるんですよ。私はそれ収集してるんですよ。あのそこに出てくる斎藤隆夫はまんまなんですね。である時難波賢治もあの人は実はグレン隊出身の相当のこわもてなんですけど、それは怖いですね。でその難波賢治がもう斎藤さんの前では触れ上がっちゃって、怖である時一緒に歩いてたら、なんかふっと斎藤さんがいなくなって、振り返ったらあの斎藤さんが戻ってきて、向こうでヤクザが2人伸びてて、漫画だよ。実話ですか。今うんってうなずかれましたけど、にわかには信じがたいエピソードこの人のこのフラフープを回してる人ですよね。あの難波賢治の言ってることが本当であれば本当なんですまあ斎藤隆夫ならやりそうだな幻想があるよ。ファンでそうあってほしい高尾像ではあるってことですね。でね、あのだ僕 SNS で書き込む、あの知りたいじゃん、で書き込んで、あのその辺のこと聞いたらね、本当に怖かったんだって書いてました。まあ、時に陽気にフラフープを回したり、あのなんか打ち合ってみたりとかね、そういう無邪気な目を語れますけど、やる時ある、怖い人だったんだって。あの
斎藤さんにとっては絵柄なんですよね、劇画って、うん、で、だから劇画が絵柄の種類だという形で残ってしまったのは時代のせいもあるんですけど、あの斎藤さんのせいでもある、うん、あ、そうです。あのだから辰巳さん側からすれば、あるいは辰巳派からすれば、あの劇画は内容なんだよ、絵じゃないよっていう思いがあって、だからずっと嫌われ続けるわけです。もう最初からなんでこの絵バタ臭い絵はっていうね、すごい異質な扱われ方されてますよね。そうそう、それでところがその源太郎さんが、あの斎藤さんが大好きなのね、俺も好きなんだけど、ですげえかっこいい絵描くんだよ、ただ斎藤さん自身が自分の絵が嫌いなのね、で難波健二さんは斎藤さんそっくりに描けたので、散々つまり難波健二に描かしてるわけ斎藤さんはね。だから斎藤隆ですか。そうですね、斎藤隆の名前で出てるんですよ。でだからあの褒められたことが一度もないんだって。あのそっくりだから俺の絵だと。そうで、斎藤さん、斎藤隆夫の中で理想な形は実は園田光義だ。そうなんだ。ちょっとだけね、そうそう、それこそ影、あ、影じゃない、街の、なんかね、その、なんていうの、コンクールっていうかね、はいはい、そういったところから出てくる、結構キラボシのごとくね、いろんなそのもの人たちが。園田光義はだから貸し本作家としては天才なんですね。ものすごい大きな影響を後の作家たちに与えた作家の中の作家、アーティスト、アーティスト、そうそう、だったんですよ。まあでもその園田さんだってそう簡単には今は普通には読めないですね。読めないですね。つまり天才で、天才なのですっごい作品を書いてもすぐ飽きるんですよ。飽きるのも早い、先行っちゃうっていうね。だからあんまりなんて言うんだろう、これが代表作っていうのがなくて、なるほどな、逆にそうなんだろう、そう、そういう、で斎藤さんが結局劇画のイメージを最後は定着させてしまって、劇画といえばゴルゴ触っていって、そのまあそんな気がとにかく引用しやすいので、そうですよね、さっきの私のなんか絵柄が濃いやつですかみたいな、まあ、それ未だに残ってるイメージ。そう、未だに残ってます。そうですね、劇画ですって言い続け、ずっと描きながら劇画ですって言い続けた方かなっていう印象があります。そうです、そうですよね。なんかでもこの作品の中でやっぱ逆にあの漫画のイメージが、その辰巳さんがとか、あの斎藤さんとかが言う漫画っていうとユーモアがあるとか丸っこいとか、そういうイメージっていうのが僕らとかにとってはそんなことは当然ないので、漫画そもそもすごく裾野が広いものになってるから、そこは面白くはありますよね。私もそこすごく面白かったところで、書き手の人たちが分野を作ろうとするじゃないですか、俺は駒がっていますみたいなこととか、自分たちが何の向けて書きたいかで、その何が今まで定義されてなかったことを自分たちが作りますっていう明確な意識を持ってやっていて、あのもうすでにあるジャンルに沿って書きますじゃなくて、違うんだ、今までに世の中にないものを打って出すんだっていう気持ちは、やっぱり漫画全体がある種俯瞰できた時代だからこそ可能だったのかな、まだどこにもないですって言い切っちゃうあたりとかはそうなのかと思いました。なんていうか発展途中だから、成長期だから言えたことなのかなって思いながら、それはそうだ、うんうんうん、あの東京中心の大出版社の月刊誌、とかっていう流れではなくて、地方、地方っていうか大阪ですけど、あの貸本という非常に終焉的なメディア、の中で、多分彼らには具体的に読者が見えてたはずなんですよ。なぜなら貸本屋に行けばいるから、まあ、そうですね。で、彼らは普通のなんだろうな、その月刊誌を買ってもらえる、あの中産階級 の、 あの子供ではないんだよ、工場で働いてたりするんだよ、つまり年代層がやっぱりちょっと上なんですよ、でしかもあの石原裕次郎とか小林明の映画見てるような、で、そういう子供たちが目に見えていたはずで、違うんだっていうのが読者層の違いとして、辰巳さんなんかにはよく分かってたんだと思う。だから
劇画は年代層が上なんですっていうところが、辰巳さんの定義の一番最初に出てくるのはそこなんで、ということは彼らが求める今はまだない漫画を俺たちは作るんだっていうことになるわけですよ。でそういうことができた時代だっていうことですよね。なんか書き手の人がダイレクトにどの読者層に向けてどういうふうに打っていくかみたいな、ある種マネジメント的な視点もあって、なんか自分の好きな作品を好きなようにではなくて誰に向けてどう打っていくかみたいなのも視野に入れてるの面白いなって、ちょっと今の人とは感覚が違うかなっていうふうに感じました。うん、まあね、それでお兄ちゃんにでも貸し本屋では他の漫画と一緒に置かれちゃってるじゃんみたいな感じで、もうターゲッティングで悪手扱いされてしまうっていう問題が出てくる。そうだね、そうですね、あそこもあれでしたね、悪手って言われちゃったから仕事がその後来なくて大変だったみたいな、佐藤正樹が年末年間もされるみたいな話。面白いのがそのことを全く知らないズブの素人、新しい出版社が拾ってくれたみたいな、そうですとかね。あとやっぱり映画、その書き下ろ短編のバラ後半からそのテレビの存在っていうのは徐々にテレビにシフトしていくっていうのが出てくると思うんですけど、やっぱりその長編で書き下ろすっていう映画の感覚ですよね。これが本編なんだっていう、でバラバラにして誰でも見れるようなものっていうテレビ一般コンシューマー化していくってものに対する、これはで昔の映画ってやっぱり不良のたまり場ですから子供は普通においそれと行くもんじゃないですから、それだから大人向けのもんだ、映画的な本編なんだ、本格派なんだっていう意識があったっていうのはあるかもしれないですね、この時代、まあ、その後テレビが出てきてね、でそれこそなんか連続でやっていくような、そういう連載形式のものもあるし、漫画もまさにそういう風なものになっていくっていう感じなんでしょうかね。堕落した漫画堕落した漫画ねでもアクションだから、要するに1959年から60何年まで連載、あの貸し本が出続けた忍者武芸帳がまさにアクションなわけですよ。それはそうだよ、血があのドバドバ飛ぶし、美少女はあの大変なことになるし惨殺されるしっていうものが、あのアクションであると同時に、一部の大学生とか知識人にもてはやされ始めるんですよ。でその辺の境界なんですよ。だからアクションであることとそのとんがった漫画であるということが一致していくわけで、その時代なんだよね。辰巳さんだから最初忍者武芸帳、友達だかお兄ちゃんだ、お兄さんだか持ってきた時、友達かな、そう、怖くて読めなくて、そうそう、しばらくは読めなくて、そうそうそう、それぐらいの力があったのかなみたいな。その周りのね、あんまり語られないけど別の方向の、一瞬告げ義晴が出てくる、そう、一瞬出てくるすれ違いみたいなところが結構面白いっていうか、自分が通ってないカルチャーもこう、含んで時代は回っていくっていう、ね、そういうとこ押さえてらっしゃるから、余計になんか、あ、ここわかるみたいな服があるから入りやすいですね。あれはね、はっきり書いてないんですけど、あの告げ義晴は確かに時はそうに言ってるんですよ。なんだけど一度しか言ってない。あ、そうなんですね。なんかこの中で赤塚不二夫のところに言ってるんでしたっけ、あんまり気のない現地をされた評価もされてなかったっぽいね。あのだから多分告げさんは文化が違うことをあのすごい実感して帰ってったんだ。なるほどな。そっかそっか。またね、行くところも次はなんか水野先生が来るよみたいな、なんか、あ、ね、あの時期かみたいな、そうそうそう、かわいいらしいよ、そう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 、チャレーな立体的にね、なんか結構前回とか、あの我々ガンデスとかがね、この時代のことを書いてる漫画もいろいろ読んできたんですかね、いろいろこう立体的に見えるようにな、やっとなってきたって感じです。なるほど、ルーサーズなんてその後の時代だからね。はい、ね、友達のまっちゃんが書いたね。コマが流行らなかったね。いや、めっちゃ面白いですよね。そしてあのなんかやっぱ大阪時代めっちゃ面白いけど、東京にやってきて、東京何もないみたいな、国分寺のあたりに行くんだけど、こうみたいな。あの時代の国分寺だから何もないよ。そう。でも映画館もあったりするみたいな。斉藤さんがもう寒くてやってられんで、斉藤先生ですらあのなんかドテラ的なものが流行ったりしていらっしゃる。本当寒かったんだ。
はい、ということでね、めっちゃ読みどころいっぱいの作品ですので、まああいにくなんかすごく簡単に手に入れやすくはなくって、うん、在庫、市場在庫は多少あるかどうか、で電子はないっぽいですよね。あ、そう。とも言いますね、多分。どうなんですか、聖林堂工芸者さん。ね、あのまず、もう亡くなられちゃってるんでね、そこの部分もあるかもしれないですけど。はい、ということで、古本で買うとかね、どっか読めるところで読んでいただければと思いますし、電子とか出たら最高だなとですね、はい、うん、思います。これはもう朝倉さんお願いしますっていう感じです。あ、そうですね、聖林工芸者と、うん、あ、この当時はマンダラケか、マンダラケにいて、うん、この作品のきっかけになったことですね。浅川光弘さんっていう、名編集者がいるんですよ、うん、でその人がいてこれができたんで、なるほどね、うん、なるほど、はい、そういう風になったらいいなと思います、はい、ということで、今回は、夏目先生のおすすめ作品ですね、辰巳義弘さんの劇画漂流を取り上げました、夏目先生4回にわたってお付き合いいただきありがとうございました、はい、ありがとうございました。ぜひまた来年もお越しいただければと。そうですね、こちらこそありがとうございました。ガス抜きちょうどいい。ガス抜きちょうどいい。いや、ありがたい。大変光栄ですね。そうですね。なんかやっぱね、雑な話をね、いろいろしていきたい、ね。そうですね。こういう感じの喋りが一番、ただね、もう、喋り終わると何も覚えてない。それぐらいでいいんじゃないですか。気持ちがいい。はい、ということですね。夏目先生にご参加、いただいたアフタートークといったものも YouTube のサンデー漫画クラブチャンネルにアップしますので、よかったらそちらもご覧いただければと思います。次回なんですけれども、次回はですね、今年もこの漫画がすごいとこの漫画を読めが出ましたということで、毎年恒例の。そんな時代、そんな時期ですね。そうですね。ランキングを見比べながら、2023年を振り返る、そういう会をやっていきたいと思います。ということで、今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいねよろしくお願いします。はい、以上、原と、林と、ただと、美咲と、夏目でお送りしました。また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。